母さん今箸を頼んだんや。聞いてない、うん、私は別にフォークないで。うん。ボーラカダンの朝食です。芋にしてはちょっと面白いよ。こんなワークが。こちらが和風スタイル。で、蓋開けたらこれはスープです。スープ？コーンスープ違うかな。でもお母さんは洋食なんだけども不思議ながら卵焼きトマトドレッシングかかってます、はい、トマトにね。でこれは何だかな、グラノーラ、グラノーラです。うーん、でこれをかけて牛乳を、あ、シリアルみたいにするのね、うん、こうしてな。母さん、あんたのスープどういうスープですか？コーンスープ美味しいです。コーンスープ、うーん、なるほど。最高よね。うん。夜ぐらいのパンダつけて食べたらいいかも。好きなの。で、こちらへ行くと、うん、コーンスープや。ご覧の通り庭が見えます。というような朝を過ごしてます。ゴーラカダンの和食です。さっき撮ったビデオはその10分の8しかなくて、こちらなんていうの、蓋を取った、うん、お重の蓋を取ったらこれ、そうそれ、うん、お重の蓋、うん、で味噌汁もこう右の方にあるね、うん、あれな、これは、手作りのお豆腐です。うーん、朝作った豆腐やって、へえ。で魚は麹漬けの魚、麹漬け、うん、麹のサーモン、うーん。でこう行きますと庭が見えますよね。うん、明るくなってきたね。で庭に一応お風呂がある、温泉とって、はい、温泉。湯気が立ってます。ゴーラ花壇の葵っていう部屋になります。花壇スイートの葵で食事を召し上がってます。何食べてるの？それ何のスープ？コーンスープです。コーンスープ、うん、オッケー。